皆さん、こんにちは。モーニング娘。をはじめ、キュート、ベリーズ工房、アンジュルム、ジュースジュースなどの様々なグループやユニットを輩出してきたハロープロジェクト。25年の歴史を持つハロプロが生んだ楽曲は数多く、リリースから数年経った今でも多くの人に愛され、惹かれ続けているヒットソングばかりです。ですが、中には意味がわかるとそっとしてしまうような楽曲もあり、一部のハロオタの間では考察が繰り広げられています。さらに楽曲の他にも都市伝説と言われるほどのハロメンエピソードもあるんだとか。そこで今回は楽曲やメンバーにまつわる知られざる都市伝説をご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。1、ももち貧乏説。ハロープロジェクトの元アイドルであり、ベリーズ工房ボーノの元メンバー、カントリーガールズの元プレイングマネージャーとして活躍していたももちこと嗣永桃子さん。かつてはバラエティ番組などで「許してニャン」と特有のぶりっ子キャラで場を盛り上げていました。しかし、ぶっ飛んだキャラクターのイメージとは裏腹に、舞台裏ではとてもストイックに練習を重ねていて、ハロプロのコンサートになるとその姿からは想像のできないかっこよさと、周りをよく見ている洞察力が目に見えてわかる、まさにアイドルの鏡ともいえるパフォーマンスを披露してくれます。芸能人として売れても、アイドルとして売れなかったら何の意味もないが、嗣永桃子さんの価値観だったのは有名な話です。アイドルとしてトップの地位に立ち、コンサートにテレビ収録に引っ張りだこな嗣永桃子さんですが、そんな彼女からは想像できないほどの出どころ不明な貧乏エピソードがあるのです。嗣永桃子さんは貧乏すぎてお風呂代わりに革を使ったり、貧乏すぎてシール交換はバナナのシールで代用したり、貧乏すぎて水をオリジナルカスタムしたりと、調べれば調べるほど貧乏エピソードが出てくるのです。出どころ不明にもかかわらず、ここまで具体的に証言が出てくるのも不思議ですよね。あまりにも貧乏だと言われ続けて困り果てた嗣永桃子さんは、ネット上でも噂が絶えないとテレビ番組で告白します。以前、嗣永桃子さんはテレビ番組の収録をしている合間に、スタッフから「嗣永の家って貧乏なんですか?」と尋ねられたといいます。驚いた彼女はそのスタッフからネットで流れていると聞いて検索したそうです。すると、嗣永貧乏で関連情報がどんどん出てきたのです。そこに書かれていたのは、彼女がメンバーの自転車を盗むというものや、家の風呂は川といった内容で、嗣永桃子さんは身に覚えのないことだと否定していたようです。貧乏伝説というほとんど出どころ不明な都市伝説を作られてしまった嗣永桃子さん。嗣永桃子さんはテレビを通して貧乏ではないことを主張しました。私の家はそれなりに食べていますし、私がオーディションに受かった6月30日には毎回ケーキを用意して待っていてくれる優しい家族です、と彼女は切々と語りました。どこまでが本当でどこまでが嘘か定かではありませんが、ここまで否定しているということは、ちょっと変わってるところがあるだけで、普通の一般家庭で育った優しい女の子のようですね。2、ハロプロ25歳定年説。スータのアイドルグループを生み出し20年以上の歴史を要するハロープロジェクトですが、いつしか25歳定年説なるものがファンの間でまことしやかに噂されてきました。25歳定年説はその名の通り、25歳以下でメンバーはハロプロを卒業するという暗黙のルールがあるのではないかというものです。10年以上にわたってどんなメンバーでも卒業時年齢が25歳以下だったということが、この説を強化してきました。しかし、ハロプロ指導とともにこの法則があったわけではありません。モーニング娘。1期メンバーの
中澤裕子さんは1997年24歳で一期メンバーに選ばれ、2001年4月に27歳で卒業しています。ですが時が経った2010年代、ハロプロからの卒業年齢が25歳定年説を強化するのです。11年9月に4年間モーニング娘。のリーダーを務めた高橋愛さんが25歳で卒業。その後のモーニング娘。からの卒業年齢も新垣梨沙さんが24歳7ヶ月、田中玲奈さんが23歳6ヶ月、道重さゆみさんが25歳4ヶ月で卒業しているのです。5人とも在籍10年以上の長きに及びましたが、皆25歳までで卒業しました。モーニング娘。の他にも2015年に活動停止したベリーズ工房、2017年解散のキュートのメンバーも全員が25歳以下での卒業を遂げています。いつしかある程度年齢が上がったら卒業しなければならないのかという認識がファンの間でささやかれるようになりました。これが25歳定年説と言われている真相です。ジュースジュース初代リーダーを務めた宮崎由香さんも25歳2ヶ月での卒業で、当時は26歳以上まで在籍したメンバーはいないという状況が続きます。その宮崎由香さんの卒業シングルのタイトルは25歳永遠説、定年説をもじったかのようなこのタイトル。ファン側の噂を把握していて、あえてパロディーを狙ったものかもしれませんね。どちらにせよ25歳定年説は一度もメンバー運営の側からはっきりと肯定されたことはありません。しかし近年この都市伝説が破られようとしているのです。2021年11月にジュースジュース後卒業した金沢智子さんは26歳まで在籍、現役メンバーではモーニング娘。の福村瑞希さんと石田歩美さんが26歳で現在活動中であり、その説が揺らいでいるのです。コンサートで声出しが禁止されていたコロナ禍が関係しているようにも思えますが、ファンにとっては長年続いていた25歳定年説が破られ、ハロプロの歴史が変わったといえる貴重な瞬間ですよね。ハロメンたちの意思を尊重するのが一番ですが、長くアイドルとして居続けてくれる未来もそう遠くないのかもしれません。3つんく不思議な乙女説。かつてはモーニング娘。およびハロープロジェクトの総合プロデュースを務めていた音楽家のつんくさん、ラブマシーンや恋愛レボリューション21など数々の有名楽曲を生み出してきました。さらにつんくさんが作る楽曲は女性から壮絶な支持があり、わかるわかると頷きたくなるような共感できる歌詞が多いのです。中には意味がわかると鳥肌が立つような楽曲もあるので、いくつかご紹介します。有名なもので言うとつんくさんが作詞した松浦彩さんの名曲グッバイ夏をの歌詞の中にあるフレーズ、門限はわざと早い時間教えるものよの部分です。夏を聞くたび思うんですけど、なんで門限わざと早い時間教えるんですかという質問に対し、22時がリアルの門限だけど20時って言っておけばその男がつまらんやつやったら20時で帰る理由ができるし、気に入ったら今日は門限破るって言うと彼嬉しいでしょうと回答。 SNS でつんくさんの凄さが広まったと同時に、乙女心分かりすぎと話題になりました。この感じを男性が描いたことは本当に衝撃ですよね。つんくさんはさらに、でもこの歌詞で言いたかったのは、門限は早い目に伝えてあるから強引にでも私を口説いて伸ばしてみなさいって意味ですと答えます。私より女子力あるとつんくさんを見習おうとする人が続々と現れました。まさに深い話。つんくさんの楽曲は他にもサマーナイトタウンという楽曲の歌詞では、大嫌い大嫌い大嫌い大好き
とめっちゃ嫌いなんだけどめっちゃ好きの矛盾がリアルなのです。さらにぴったりしたいクリスマスの歌詞では、今週中にはバイトを決めたい、来々週には彼氏を決めたいと女子高校生の気持ちを代弁するような歌詞や、気まぐれプリンセスの歌詞では、今日もネットで買い物をした、試合の予定ない勝負服、さらに凍りつく明細書が来ると毎月繰り返す負の連鎖を見事に綴っているのです。乙女心が分かりすぎるあまり、一部のハロオタからは、つんくさんは心は女子中学生、女子高校生であり、悩める女子大生 OL であり、時にダイエットに励み、めんどくさくもなる大人な女性ではないのかと噂されているのです。ハロオタからは、つんくさんはね、本当に最高なんですよ。女の子のあざといところも頭が足りないところも全部分かってて、それを可愛く表現できる天才なんですよ。ハロプロ関連の歌聞いてて、やっぱりつんくさん大好きって思うと大絶賛の嵐です。乙女心を分かりきっており、ファンからは絶大な支持を持っているつんくさんですが、中には時代が追いついていないようなよくわからない歌詞も書いているのです。恋のダンスサイトという有名な楽曲では、あなたはむっちゃマチョしてても、そうね、人生のホームページ更新するわ、セクシービームで、セクシービームと本気で悪ふざけをしているような歌詞や、恋愛レボリューション21の歌詞では、超いい感じ、超いい感じと心にギャルを宿し、イエイめっちゃホリデーの歌詞では、すんげー水着、すんげーおしゃれと、どんな水着か気になるフレーズも繰り返すフレーズが多いことから、詞というよりもリズム重視で制作しているのでしょうか。意味がわからなくてもなぜか耳なじみがよく、思わず歌いたくなるようなフレーズばかりなのです。最初はよくわからないと思った楽曲や歌詞でも、気がつけば癖になってしまい、何度も聴いてしまうようなスルメ曲が多くあるのもつんく曲のいいところですよね。これまで約1900もの楽曲の作詞を手掛けてきたつんくさん、今後もハロプロの歴史に残る楽曲が生み出されるのでしょうか。楽しみに待ちましょう。いかがでしたでしょうか。今回は楽曲やメンバーにまつわる知られざる都市伝説をご紹介していきました。今年25周年を迎えたハロープロジェクト、歴史が長いゆえにまだまだ知られていない都市伝説や意外なエピソードがたくさんあることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんが知っているハロプロ都市伝説をコメントで残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録高評価もお願いします。それではまた。